やファンフェスティバル MVP、今の気持ちをお聞かせください。はい、良かったです。これから理由はどこら辺にありますか？そうですね、もう全力で、はい、全部やったんで、まあ、結果として良かったです。あれ、溶けてるって。さあ、そして加藤投手というと、来年は開幕投手に指名されております。来年の方向をぜひ、このファンの皆さんの前でお聞かせ願えますか？そうですね、まあ、大事な一戦だと思うんで、しっかりと頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。